長崎会所は、江戸時代に天領であった長崎に設けられた貿易機関。現在の長崎税関の前身にあたる。江戸時代、江戸、大阪、堺、京都、長崎の5カ所の商人間で糸アップ制度が行われ、糸アップ仲間が組織され、生糸の買い付け、配分を行った。その後、鎖国実施などによる貿易制度の変化により、糸カップ会所。 司法会所、バップ会所と会所を経て1698年、長崎会所となった。清市、オランダとの貿易における利益を独占し、利益の一部は、江戸幕府へ、運上金として納められたり、町民へ、地下配分銀として配分された。会所は、長崎奉行の監督課に置かれ、町役、目付、銀未役、受け払い役、 目利きなどの職員を置き、主要な仕事は、町役人が兼務し、長崎の調整にも関与した。深堀事件はこのために起きたと言われる。鎖国時には大いに利益を上げ、県政を振るったが、1853年の黒船来航により開国したことで、長崎の外国貿易における地位が下がり、それとともに、会所の地位も下がった。そして1870年に、 長崎税関へ移管されることで役目を終えた。会所があった場所は長崎奉行所立山役所の隣接地で、現在は長崎会所後の石碑が混流されている。江戸幕府が長崎会所に課した運上。1714年頃に年5万両の定額となる。1733年1万5千両に減額され、 1844年に免除となった。1846年には復活し、解所廃止まで継続された。ありがとうございます。